ボートレスアンバサダー植木道彦です。今回の植木散歩は東京都ボートレース多摩川からお届けしていきたいと思います。それでは行ってきます。今回植木さんが訪れたのはボートレース多摩川。最寄り駅から直結でアクセス抜群。またオリジナルキャラクターのしずまみまつりちゃんがアニメファンからも人気。幅広いファン層から愛されるレース場です。さあボートレース多摩川久しぶりですが、あ、今スタート展示が始まってますよ。これ若干の向かい風、風が回ってますね。つい展示の様子が気になってしまう植木さん。いやちょっとすいません、共感目線で見てしまいました。今こうやってあの船の向きとかね、この2マークから見るとちょうどこの船がどれだけ内側に向いてるかっていうところをこう見えるんじゃないかな。やっぱり船がどれだけ端マークの手前で向いてるかっていうのがやっぱこうプロの一番大事なところなので、その辺せっかく2マークから見られる方はそこを見たら調子がいい悪いも分かるんじゃないかなと思いますね。多摩川の特徴がこの向かい風と思ってスロットルレバー握るとこの位置では追い風だったりとか、それがスタートを難しくさせているということですね。せっかくなので場内を散策してみると、これ僕ちょっと初めてなんですけど、この先に稲荷大明神ということで、レイさんも全県民にお参りすることもあるとかって、なんかこう結構いろいろグランプリを取る栗木翔くんでしょうか。わあ、ちょっとこちらの稲荷大明神はレース場の入場口前にひっそりと佇んでいる穴場スポット。こういうところがあるって、でもなんかもしかしたらここにお参りすると水利も的中するかもしれませんね。そして4月にリニューアルした場内食堂リップルで腹ごしらえ。私ラーメンっていうのを年間に3回ぐらいしか食べてないんですけど、今年1回は今村豊先輩におごってもらったっていうのがありますので、2杯目に挑戦しようかなと思います。醤油ラーメン行ってみたいと思います。最近食レポを勉強中だという植木さん、期待してますよ。いやまずね、醤油ラーメンっていう感じ。うん、これ麺が柔らかくて細くて食べやすい、まずね。でやっぱり醤油ラーメンなんで、なんだろうね、食べた後も変わらないっていうか、うん、何の味ってもこれ醤油ラーメンだから醤油だとは思うんだけど、みんなちょっとハードルが高い。植木さん、食レポはもう少し頑張りましょう。今日多摩川はどちらから？お客さんにもお話を聞いてみました。先ほどちょっとサインを書かさせていただいたんですけどね。いただきました。いやいや、一度サインしたことがあって、ここに残ってはいるんですけど、ここに残ってはいるんですけどね。ということで私のことってご存知？あ、植木さん、あ、ちゃんと現役の時はわからないですね。現役の時はわかんないですけど、じゃあ現役、僕が引退してから知ったみたいな感じですか？そうです、で、あの大先輩があの人はすごい人だと、多分僕は引退してからだからちょっと美化されてるところはあると思うんですけど、ね、でもサインいただいてからめちゃくちゃ調べました。植木さんのことこれは何ですか？もうカメラ趣味でやってて、やっぱ寄って撮りたいんで選手のかっこいいところがいい。このレースは好きだなっていう。今日走ってらっしゃるあの上里選手ですね。まだ若いながらで結構こう可愛いキュートな感じで走ってるんですけど、その中でもやっぱり強いかっこいいレースをしてくれるっていうのはすごい魅力です。やっぱこのカメラを通して力を注いでる感じでしょうかね。はい、頑張ってほしい。今日多摩川にご来場ありがとうございました。もうお若いんですけど、ボートレース多摩川に来られるきっかけって何なんですか？まず私が結構ボートレースで
ってって、はい、原因っていうか要因が、うん、あの大学の友人がやってまして、はい、で多摩川にちょっと来ようと言われて行ったのがきっかけで、はいはい、それがもう3ヶ月前ぐらいになるんですけど、はい、そこからも G1 に行きたりとかしてるっていうか、私とかは知らないとは思うんですが、元ボートレーサーなんです。はい、ちょっと存じ上げないです。実はボートレース多摩川の収益っていうのは、まあ、こう地域に貢献されてるっていうことはご存知ですか？そうなんです。そうなんですよ。今回はボートレース多摩川の運営をしている青梅市、日野市、小平市、東村山市、国分寺市の中から青梅市、そして日野市の施設を散歩していきたいと思います。それでは行ってきます。さあやってきました。こちらが医療センターです。市立青梅総合医療センターは西多摩地域の基幹病院としてさまざまな患者さんを受け入れています。あ、ボートレース多摩川の収益はどのようなことに活用されているのでしょうか。大友委員長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私初めて来させてもらいまして、うん、なんか柔らかいイメージがすごくこう病院の中にあるなっていう雰囲気が、はい、はい、なるべく患者さんに少しこうリラックスしていただけるような療養環境でっていうのを心がけて作りました。あ、そうなんですか。病院に入った時に患者さんに伝わるのが一番嬉しいので、そう言っていただけると本当に嬉しいです。ボートレース多摩川の収益がこう活用されてるっていうのを聞いたんですが、はい、ちょうど、はい、病院の建設が始まった時に、はい、新型コロナウイルス感染症の流行が起こったんですね。はい、病院も感染対策としていろいろな設計変更をしたんですけども、そこにボートレース収益を活用させていただきました。具体的には発熱外来を拡充したりとか、あるいは病棟は換気設備とか空気の流れを改良して感染が広がりにくい構造になっています。はい、ボートレース収益をこう活用することで感染症に強い病院を作ることができたというのは本当に嬉しく思っています。なんかすごいボートレースがお役に立ててるっていうのを聞いてすごくこうなんかジーンってくるものがあったんですけどね。 ありがとうございます。本当にやっぱり感染症の患者さんを診療しながら職員を感染症から守るっていう、その2つはとっても大事なことなので、そこにボートレースの収益を活用させていただいて本当に感謝してます。次にやってきましたのはこちらです。 S&D 多摩宮センターということで、なんか素敵な建物なんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。昨年は延べ11万人に利用された多摩宮センター。まずは施設の中を散策してみる植木さん。ちょっと入ってみます。いやでもすごいね、これはいろんなものに使えると思いますね。いや、なんか一度講演してみたいですね。講演のテーマは何がいいかな。ちょっとコメントください。施設の詳しいお話を担当者にお伺いしました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい施設なんですけど、どんな方がご利用されるんですか？利用は本当に老若男女、中学生や高校生が勉強でも使ったりもしますし、お年寄りの人がいろんな趣味のサークルとかでも使えますし、遊びに来てるような、そんな形の本当に皆さん笑顔で来てくれて、もう何でしょう、こう地域に開かれたこう令和の公民館っていうか、ね、そうですね、そういった、このボートレース多摩川の収益なんですけど、どんな風に生かされてるんでしょうか？そうですね、主にこの施設の管理のいろんな修繕だったりとか使わせてもらう場合もありますし、あと市民の皆さんの、発表の場のような、小中学生高校生のダンスの発表だったり、おじさんバンドの、コンサートだったり、趣味っていうか、そうです、まさに趣味の、そのイベント の, 運営に当ててさせていただいたりとか、はい、してます。
これからもっとこう知られたらもっといろんなイベントがありそうですね。そうですね、もう自主的なイベントとかもどんどん市民の方が開いてくれていますので、まあそういったものがもっと広がっていけばいいかなと思ってます。多目的ホール以外にも会議室や防音室、フリースペースなどが充実、さまざまな活動に対応できる施設となっています。植木さんが最後に訪れたのは東京都日野市にある四つ木日野保育園。2019年にできた新しい保育園で、ここでも職員の方にお話を伺いました。池島先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか大変なお仕事ですよね、やっぱり。そうですね、ここの保育園職員からすごく仲がいいので、相談ができる環境になっているので、そこはなんか発散できます。まあそういった中で、このボートレース、はい、ご存知ですか？ボートレースは実際に見に行ったことはないんですけど、はい、最近 CM、はいはい、でなんかすごい成長する CM みたいな、はい、そうそう、やっぱりもう、はい、その目線でこうあ成長してるなっていう、はい、確かにそういう、はい、見てます。この施設なんですが、はい、このボートレースの収益が活用されてるということだったんですが、はい、待機場問題がすごく多いと思うので。問題になってますよね、はい、なのでこういう施設がどんどん増えていくために使われるのはすごくいいことだなと思います。やっぱりこの施設ができることでだいぶ緩和っていうかされたと思います。ここにも多くの児童いますし、今回紹介したもの以外にもボートレース多摩川の収益は青梅市消防団用車両の更新や公園遊具整備の寄与、さらに東村山市内の小中学校の空調整備設置、小平市では学童クラブの運営、国分寺市では介護施設の整備など、収益の活用は多岐にわたります。さて、今回もボートレース多摩川とそのボートレース収益によって、地域に活用されている施設を紹介してまいりました。まもなくこのボートレース多摩川ではクイーンズクライマックスが開催されます。今後ともですね、ボートレース多摩川をご愛顧いただけますようよろしくお願いします。それではまた、さようなら。